アラがとうこんにちは。ゆずこでそれでは今回なんですけども、D 払い11月と12月に10%還元キャンペーン、新サービス D 払いミニアプリのサービス開始ということで、本日は NTT ドコモの新サービスや新商品発表会があったということで、僕はドコモの公式の YouTube でちょっと見まして、こっからは公式ページを参照しながらですね、今回あったことを簡単にお伝えしていこうと思います。 それでは早速、D 払いの新サービスの D 払いミニアプリについてですね。まあ、この D 払いミニアプリっていうのはなんぞやということなんですけども、加盟店が提供する様々なサービスを D 払いに組み込むことで、加盟店とお客さんに双方に便利でお得なサービスということになっています。まあ、早い話で実際に画面を見ていただくとわかるんですけども、普段は残高やポイント、あとは入金などの上半分に関しては、よく見てる画面かなと思うんですよね。そして今回はここの下半分なんですけども、今回はここが新機能と そして追加されるということになりますまあ、ちょっと具体的にお伝えすると例えばここにバイクシェアサービスというものがありますこれはドコモが提供する自転車のシェアサービスのことを指しますこのバイクシェアからバイクシェアのメニューに沿ってどこに置いてあるかマップでポートを検索して鍵を開ける専用のコードも取得可能ということになっていますそして支払う際は注文内容を確認して D 払いもしくは D ポイントでの支払いも可能ということになっていますこれ結構便利ですよねちなみにこちらのジャパンタクシーというものがあるんですけど ここちららでは会員登録せず D 払いいミニアプリから予約や事前決済が可能ということうになってます次に、ここの吉野家なんですけども、これはもう実際のドコモの発表会の時に映像が流れてまして、どんなものだったかというと、まあ、LINE で言うと、LINE ポケオのサービスとかなりそっくりで、D 払いのアプリから注文予約、そして決済までを行って、あとは予約した店舗に取りに行くという感じでしたので、まあ、これはもう D 払いかつ吉野家を利用される方であれば結構いいサービスかなというふうに思いました。 ちなみに予約注文ができるのは今年いっぱいだと上のジャパンタクシー、そしてドコモのバイクシェア、あとは吉野家やローソンも順次対応するということですね。そしてこの D 払いではクーポン機能がかなり広がるということでした。ここのクーポンというタブをタップしたらですね、まあご覧のようなクーポンが表示されるということになります。ちなみにこのクーポンについてはご覧の通り、ローソン、杉薬局、かっぱ寿司、牛角、あとファーストキッチンなどがあるということですね。まあこれは D 払いミニアプリの提供開始と同時に出てくるということになります。 そしてお待たせしました。今回のキャンペーンについてなんですけども、現在画像に出てる通り、11月にドラッグストアで10%還元、そして12月にコンビニで10%還元ということでした。いや、まあ、ここに来て10%還元でもめちゃくちゃ嬉しいですよね。まあ、ちなみにこれとは別に5%還元、まあ、キャッシュレス消費者還元の5%還元のお店については、ドコモがさらに5%を上乗せする10%還元のキャンペーンも予定しているということでしたので、またちょっと期待したいところではあります。まあ、そんなこんなで今回は短めで ではあったんですけども、d 払いの新機能 d 払いミニアプリについての発表、そして11月と12月もお得なキャンペーンが開催されるということについてお伝えはしました。まあ、他にも d 払いの導入を検討されている加盟店さん向けのキャンペーンもあったりもしていました。 ちなみに D 払いミニアプリは出てるように2019年の11月28日から提供開始ということだったのでまたサービスが開始したら早速使ってみたいと思います。まあ一応今回お伝えした D 払いのミニアプリの公式リンク、そして今回のドコモの発表会に関しての動画のリンクも下の概要欄に貼っておきますので気になる方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。